はい、酒好きな俺の飲酒動画始めまーす。今回は、ソルティードッグを作りたいと思います。作り方はスノースタイルにして、はい、これ塩ですね。にし、氷を入れたグラスに、ウォッカを 45ml。加えまーす。そしてグレープフルーツジュース。いや、なかなかね、いい感じのが売ってなかったんで、セブン&アイの果汁 100% ジュースを買いました。あ、塩が。塩が。そして注いで。塩が散乱してるのよ。で、ステアして、塩が。はい。じゃあ、いただきたいと思います。乾杯。おう。うん。ああ。結構いい味してる。これ。これ塩が。またいい。あれしてるね。味出してるね。ちょっと、塩があることによって、グレープフルーツが、なんか、甘みがあるように。感じる。うん。普通に飲むとね、あ、苦いなとなるんですけど、うん、塩をペロッと舐めて、うまい。あ、これ美味しいわ。これ美味しい。わあ、これ久々に。うまいな。これ。ああ、いいわ。ソルティードッグ。気に入った。これ気に入ったわ。ただ、いちいちここに氷が、ね、塩がくっつくんで、ちょっとなんかこぼれたりして、うざい。ちょっとお手軽感がない。という意味で、手軽だったら5つ星だったんだけどな、これな。難しいっすね。4つ星だな、ソルティードッグ。あ、でもうまいわ。うん。うまいの間違いないな。ちょっとブルドッグも作ってみます。せっかくなんで。大して変わらんと思う。おお。
乾杯。あ、おとなしいですね。あ、やっぱうまいな。ああ、やっぱり。ソルティードッグの方が、半端なく美味しいな。はるかに美味しいな。これ、もうスノースタイルにしないで、もうぶっちゃけた話、あれですよ。小皿に、あの、塩を持っておいて、で、こう、ペロペロ舐めながら、飲んで、舐めたら飲んでみたいな。した方が絶対いいと思う。うん。ちょっと、塩持ってくる。はい、持ってきました。塩です。で、ブルドッグはあれだな。いまいちだ。普通、三つ星だな。三つ星。で、こいつ塩だな。入れてみたらどうなんだ。あえて。あえて塩。温スノー状態。そして捨て足。俺のオリジナルカクテル。なるべくよく捨て足。オリジナルカクテル。うおーく。確実に入れすぎたこれ。うお。しょっぱくなっとる。当たり前がクソーしくった。しくったな。完全にしょっぱくなっとる。入れすぎた。確実に入れすぎた、あの量は。あ、わかったわ。ああ、そういうことか。やっぱり混ぜるっていうことは、あまりよろしくないということがわかった。なぜなら、これね、あれだ。非常によくできてる。あのね、塩をね、舐めて、ここに温酢の状態にするでしょ？で、こう、飲むじゃん。そうすると、口の中で、若干こう、あれが、差が出るんだよ。しょっぱい部分だったり、普通の部分。あと、ちょっと混ざってる部分とか。こう、複雑に絡み合うんだな。うん。それにより、その、変化を楽しむことができる。うん。じゃあ、しょっぱくなった部分は、結構逆に、あの、グレープフルーツの甘さが引き立つんだな。これは。それによって、逆に甘かったりする場合がある。あー、こぼれた、くっそ。オーマイゴッド。逆に甘い場合がある。甘くなるんです。逆にね。うん、つまりどういうことかというと、
もう最初から混ぜて均等にしちゃったら、全く意味がない。うん。これは、驚いた。ソルティードッグ。五つ星でもいいな。これ五つ星でもいいな、ソルティードッグ、やっぱり。ブルドッグは、三つ星です。はっきり言って、ウォッカの味が感じられないですね。ただの、グレープフルーツ飲料になってます。あれとは明らかに違う。なんだ。あれだよ。スクリュードライバー。スクリュードライバーはしっかり変化があった。ウォッカを入れたことによって、オレンジジュースの、味がこう、変化したね。うん。しっかりと変化してる。だがしかし、ソルティー、ブルドッグに関しては、全く変化がわからない。うん。ということは、やっぱり、なあ。仕方ない。俺の自家製カルピスでも、使ってちょっとこのまずいやつを、甘くするか。ちょうどなくなった。自家製の絞りたてのね、この亜鉛によって生み出される自家製カルピス、これぞまさしくオリジナルカクテル、カルピスソルティードッグちゃうわ、ソルティードッグちゃうか。うわぁ。なんだこれ。塩が入ってるせいか、くそまずいな。うおぉ。あ、なんかあれに似てる。べっこ飴の味に似てる。ん？なんかべっこ飴っていうか、なんて言うんだっけ。あ、すっげえ、べっこう飴になった。うっそ。やべえ、これ神回だ、今回。べっこう飴になった。ブルドッグプラス、塩プラス、カルピスでべっこう飴の味になる。これ、べっこう飴だろ、これ。ん？え、これなんて言うんだっけ？若干しょっぱい。あれ？これ、べっこう飴じゃないんだっけ？これ、なんかの。若干しょっぱい飴みたいになってるな。いや、この懐かしい味わい。これはべっこう飴じゃない。うん、べっこう飴だ。やった。やった、これ。これあれだ。ちょっと、神回タグつけとこう。今回、神回タグつけとこう。やべえ。本邦初公開じゃないか。べっこう飴になる。ほら、あるじゃん。キュウリと蜂蜜でメロンとかあるでしょ。べっこう飴になる。やっば。お！マジだ！これはやばい。とんでもない発見をしてしまった。マジで。嘘だと思うな。マジやってみ、お前ら。ただし、べっこう飴は俺好きじゃないぞ、あんまり。こんなに飲めないぞ。うわぁ。とんでもないもん作ってしまった。
まさかのべっ甲飴か。マジで自家製カルピスでべっ甲飴なの。マジかよ。なんか昭和臭いあれだな。昭和臭くなったな。マジで。よし、このカクテルはべっ甲飴カクテルと名付けよう。いや。べっ甲カクテル。べっ甲。べっ甲リカーと名付けようか。オリジナルカクテル、べっ甲アメリカ。まあなんかよくわかんないから、やっぱいいわ。べっ甲飴カクテルでいいや。うん。今回これ確実に神回言ってる。あれだ、タイトルに、釣りじゃないんだけど、一応、オリジナルカクテルって書いて、べっ甲飴カクテルみたいな感じにして、ものすごい。これはびっくり。まさかこんな味になるとは。やっぱべっ甲飴の、若干のしょっぱさと、で、しょっぱいプラス甘いんだよな。で、なおかつ、微妙なこの、香りというか、今度べっ甲飴買ってこよう。本当にべっ甲飴だね。もうべっ甲飴の味が、こんなんだったような気がするんだよな。べっ甲飴。べっ甲飴ってこんなんだったよな。ん？あ、やっぱべっ甲飴だこれ。なんだこのまろやかな、この、なんかなんだろう。ただし、まずくて、一気に飲めない、この、感覚。うわぁ。きついわ、これ。きついわ、ちょっと。参ったな。これ参ったわ。うわ。この一瞬このなんか確定的要素がある。一瞬なんか確定で、もうなんか、はっ、これ、べっ甲飴じゃん。みたいな。これ、あれだぜ。マジで、やべえぞ。これ、やべえぞ。本気で。俺、初じゃないか、これ。マジで。やべえぞ。カルピス、お前、優秀だな、お前。ちょっと残ってくれて、助かったよ。まさか、お前、自家製カクテルが、ここまで役立つとは思わなかったな。これ、べっ甲飴にしか見えんな、これな。え、だって他で飴でなんかいいのあったっけ？なんか古いの。ないでしょ？
違うか？うん？そもそもべっこう飴ってもうちょっとキリッとしてなかった？キーンとしてなかった？なんかあれ。ん？これ何の味だ？べっこう飴じゃないのか？いやでも、しょっぱい飴ってさ、塩飴とさ、しょっぱくて甘い飴って塩飴とべっこう飴ぐらいしかないよね。塩飴。べっこう飴。といえば確かに塩飴。あれ？塩飴かこれ。確かに塩飴と言われれば確かに塩飴だな。あれ？あのべっこう飴の感じが一気になんか吹き飛んだぞ。ん？もうわからん。ああ、もうわからん。しかも、まずくて飲みきれんわ。ちょっと。まあ、あれですね。皆さん作ってみて、分量適当ですんで、目分量です。塩に関してはもう完全に目分量ですんで。まあ、ウォッカは 45ml で、グレープフルーツも適当、カルピスも適当です。塩も適当です。うえ。ということで。まあ、作ってみたい人っていうか、作ってみた人は、べっこう飴なのか、果たして、塩飴なのか、はたまた、それ以外の何かなのか。この若干この、べっこう飴っぽい感じがするんだよな。まあ、そこのとこ、ね、詳しくお願いします。美味しさとしては、べっこう飴カクテルは、2かな？2つ星。で、ソルティードッグが4つ星。んで、ブルドッグ3つ星です。それではご視聴ありがとうございました。